どうも、モコと申します。この昨今のポケモンカードブームによって、結構ポケモンあんま詳しくないよって人でもね、結構ポケモンカード楽しんでいて、その中で、すごいいいことなんですけど、なんか、ポケモンにわかがお前、シャシャってくんじゃねえみたいな声も結構大きいんですよね。で、僕も、ひょっとしたら、もう今となったらね、多分ポケモン実況者としては、誰も見ておられず、なんかその、なんか、脳死エロメンコ実況者かと思ってる人いると思うんで、まあ、ちょっとポケモンにわかではなくて、俺はもともとポケモン実況者なんだよってとこをちょっとアピールするために、こういうちょっとクイズサイトでちょっとポケモンのクイズに挑戦していこうと思います。だからちょっとこのクイズがおそらくね、ポケモンサンムーンの情報はまだ反映されてなくて、XY までの、ポケモンの知識で、勝負できるみたいなので、そこだけご留意ください。だからサンムーンも含めた、もう今までの最新作含めた全部 のクイズが出てくるサイトがあったら皆さんまた教えてください。はい。で、ちょっともうクイズやる前に僕からも皆さんに、視聴者の方にクイズ出したいなと思います。はい。題して、モコのポケモン鳴き声クイズ、はい。答えは、動画の最後で。はい、ということで、クイズに挑戦していこうと思います。はい、これは、ポケモン技クイズですね。説明を読んで、それが何の技か開けるっていう、もう結構シンプルなクイズなんで、ちょっとやっていこうと思います。はい。頭を突き出してまっすぐ突っ込んで攻撃する、相手をひるませることがある。これは、頭突きですね。頭突きです。これは、ひるみ効果があるって時点で頭突きなのは、もう、ほぼほぼ、確定で。守りを捨てて相手の懐に攻撃する、自分の、防御と特防が、下がる。これなんだこれ。防御特防が下がる。相手の懐に攻撃する。これ何これ。わかんない。インファイト？防御特防下がる技ってインファイトしかない。インファイトと確か、なんだっけ、レッグザが打つ、なんとかかんとかしかないと思うんだよね。やっぱりインファイト合ってましたわ。はい。大きな足で相手をひるむ踏みつけて攻撃する。相手をひるませることがある。これも踏みつけですね。結構、ギャロップとかが覚える技なんです。踏みつけは確か相手ひるませる効果あった。まあ、てか、そもそも、この技の説明しかして踏みつけ以外思いつかねえ。合ってたわ。はい。ちなみにこれ平均、なんか、平均回答は 6.5 点。65点が平均らしい。水辺や草むら、洞窟などにいる場所に合わせて自分のパイプを変える。は？何これ。タイプを変える技ってテクスチャーしかないんだけど、テクスチャー、1か2だよな。でも違うかな。でも自身のタイプ変えられる技ってテクスチャーしかない。ポリゴンが使うテクスチャー2か1。ごめん、保護色か。これスターミとか覚えるやつ。ごめんなさい。今のマジで分かんなかったっす。凍てつく霊気を相手に吹きつけて攻撃する。相手の素早さを下げる。素早さを下げる効果があるのが、凍えるか。まあ、この辺は結構、バトルでもね、かなり、汎用のある技なんで、あと押し当たってることもあって、凍える風は結構再率が高いんで、まあ、これ知ってて当然ですね。相手を怒らせる。ターンの間、相手はダメージを与える技しか、出せなくなる。ダメージを与える技しか出せなくなる。挑発？なんかでもこんな説明だったっけ？挑発だと思うんだけど。合ってたじゃん。はい。挑発は、まあ、いわゆる補助技を防ぐための。技ですね。自分の攻撃をぐんと上げる。これは剣の舞。はい、合ってます。強烈な風で相手を包み込んで攻撃する。相手を混乱させることがある。これ暴風ですね。威力120、命中70。混乱って効果がまあヒントですね、これ。不思議な念波を実体化して相手を攻撃する。物理的なダメージは最高ショックだな。はい、物理的なダメージなんで、自分の特殊攻撃力で計算するけど、相手の防御力で、そこの計算を行うっていう、まあ、結構稀な技ですね、サイコショック。潮を吹き続けて攻撃する。自分の HP が進む技の威力を下がるのは潮吹きだな。まあ結構スカフカヨーガの、メインウェポンになる技ですね、潮吹き。まあ、これちょっとね、1も間違えたの悔しいんで、もう1回クイズ挑戦します。はい、星型の光を発射して相手を攻撃する。これスピードスター。スター。ごめん、スポードになっちゃった。スピード、スター、必中技。空中から相手にダイブ。この技は格闘タイプと同時に飛行タイプでもある。これなんだっけ、ルチャブルが使う技だよな。フリーフォールか。あれ、フリーフォールって、違う、フリーフォールで合ってんの？違うな。なんだっけ、ルチャブルの技なんだけど。じゃあ、フリーフォールは、一回相手攻撃不能にして、なんとかプレスじゃなかった。わかった。フライングプレスみたいな技じゃなかった。フライングプレス。出てるわ。これだ。オッケー。不満を晴らすために全力で相手を攻撃する。なぜでなほどよくわかる。これ8つ当たりですね。
まあ主になんか別ロムから移したポケモンに、まあ恩返し採用本来させたいけど、恩返しじゃなくて八つ当たりを採用させるって、別ロムから持ってくるって、要は親が違うと夏気度がマックスじゃない、もうほぼ最低に落ちてるんで八つ当たりが威力102になるっていうね。はい、煙や炭の吹き方、相手の命中率を下げる。これ煙幕じゃないの、合ってたわ、煙幕。下部を見直して自分の体に覆いつかせる。防御と特防を上げることができる。これね、めちゃめちゃレアな技なんですって。これ B クイーンしか覚えない技だよね。これ防御指令だな。防御指令。これ B クイーンしか覚えない技ですよね。これ合ってた。心を悩ませる種を植え付ける。悩みの種。割とね、普通はこの説明でもはもうなんとなくもう名前が連想的になって技が多い。サンタナで相手は騒いで相手を攻撃する。これ騒ぐですね。まあ、ゴニョニョとかがよくルビサワの洞窟でよく序盤に使ってくるところで有名な、うざい技ですね、騒ぐ。あいつ使うポケモンがゴーストタイプとそれ以外では効果がある。呪い。ゴーストが使うと、自分の体力半分削って相手に毎ターン4分の1ダメージを与えるって技なんですけど、呪いはゴーストが以外が使うと、防御と攻撃力が上がるっていう、素早さが下がるって、まあ、ベトベトンとかのヤドランとかがまあ使うんじゃないですか、呪いは。相手の使った技を真似して自分も同じ技を使う。先取りじゃないわ。オウム返しか。オウム返し。ごめん。オウム返しですね。オウム返し。これ、カタカナか、オウムが。はい。合ってた。はい。身の毛もやつ、トップで相手を攻撃する。自分のすべての能力が上がることがある。銀色の風かな。自分のすべての能力を上げる。原始の力、銀色の風。あとなんかあったっけ、それ以外思いつかない。でもなんか身の毛もやつトップって言い方がなんか伝説っぽいけど、で銀色の風以外あんのかな。怪しい風かそんな技あったっけはい、じゃあお次はですね、このポケモン種族値クイズっていうのに挑戦していこうと思います。まあこんな感じでグラフで種族値が出てくるんで、それが何のポケモンかってなってるっていう、まあ結構ポケモン対戦やってないから多分この辺はクリアできない問題ですね。まあ L によっての XI のポケモンしかまだ、XI までのポケモンしか多分出てこないと思うので、その辺はご留意ください。平均点が 37.74 点なんで、まあ10問中、まあ4問クリアすれば一応平均上ってことになりますね。じゃあいきます。はい、よろしくお願いします。これはもう見たまんま、見た感じも間違いなく、金糸球伝説ですね。これあれじゃないですか、ルギアじゃね。特防154っていうのがちょっと紛らしいねんけど、鳳凰とルギアがどっちかで、で、確か S110 なんで、攻撃があんま低いのってこれルギアなんですよ。これ間違いルギアだ。てか、めちゃめちゃタイムリーだな。なんかちょうど超絶インパクトが出た瞬間にルギアが出てくるっていう。で、S116 がこれまた肝なんだけど、ちょっと特攻も攻撃も低いじゃないですか。ってことはこれなんか素早さが高い。エルフンかな。エルフンで116だったよな、これ。エルフンっぽい。エルフン。ごめん、エルフンじゃないかもしれない。だ確かこのラインってエルフンか、ゼブライカしかいなくて、あと他にいたっけ、あってたわ。ゼブライカでももっとなんか攻撃力高かった気がするんだよな。で、これ素早さ113、特攻防御。これも多分、俺の予想では多分 BW。で、113っていうのが、ツタージャの進化系なんだっけ、ツタージャの進化系。出てこねえ。名前じゃなくても、出てこねえ。やばい、名前、頭にさ、もうビジュアルが浮かんでるのにさ、名前出てこねえ。なんだっけ、ツタージャの進化系なんだっけ、あ、ジャローダだ。これジャローダでしょ。合ってた、オッケー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 。あ、これ俺超得意。S29、これも多分 BW。これね、ムンナ、じゃ、ムシャーナ。ムシャーナでしょ、これ。オッケー来た来た。いや、これ全問正解いけんじゃね、うわーと言ってたところに、これね、でもキングドラなんですよ。これはちょうど僕が BW、第4世代をめちゃめちゃ一番やり込んでた。第4世代の結構トップメーターに近いスイスイパーティーで絶対にこいつメインアタック張ってたポケモンだから、これは間違いなくキングで一応ちょっと確認しておくです。S のこれ85っていうのが、ムブリでも、スイスイ化で、最速丸前まで抜けるっていう素早さなんですよね。で、この95がこれ、
オール95残りは、まあ、HP は70、これはキングドラですね、間違いなく。はい、え、何これ。ただこれね、これも一応ヒントがあって、素早さ30なんですよ。素早さ30で特殊攻撃力が高いって、ここがちょっとミソなんですよね。おそらくトリックルームとかに、採用されるポケモンであると。なんだろうこれ、 S30 だったらカビゴンとかその辺なんだよな。え、これ当てたいな。これ結構わかりやすいはずなんだよな。80でもな、これ特防8、こういう HP も結構高めだよな。これ誰だろう、これでわかんねえな。結構重火力アタッカーっすよね、これ。特攻の125っていうのが結構限られてくるんですけど、ちょっとこれヒント見ていいですか。ヒント、まあ残り5回使えない。エスパータイプか。いや、俺もね、なんとなくそんな気がしてたんだけど、エスパーっぽいよな。エスパーっぽいよな。え、誰だろう。あ、ランクルス、ランクルス、ランクルス、俺ランクルスだ。多分ランクルス。ムシャーナと1差だったと思う、素早さが。合っていく。6問中全てを正解。うわ、これ最終進化系じゃなくね？弱すぎん？これもヒント使うわ、俺。え、飛行タイプ。え、何このゴミ。え、なんだこのゴミ。え、最初のなんか虫飛行とかかな。え、スピア？いや違う、スピアじゃねえよね。え、ま、バルビートとイルミーゼ。イルミーゼとかこれ。いや、イルミーゼ確か85だった気がすんな。あー、でもしかも そもそもイルミーゼってさ、え、確かこのクイズ最初進化系しか出ないんで、進化前であることは、まず多分ないと思うんで。あれ、イルミーゼか。あれ、でもあいつって、飛行ついてたっけ？虫炭だった気がする。虫炭でなんか特製ホタルビみたいな。え、ちょっと待って、ちょっとの、これね、時間制限ないんで、ちょっとじっくり考えますね。これ一応念のためにとくけど、これカットして、あの、答え見てるっていうのは間違いなくないんで、そこはご安心ください。で、これじっくり考えたい。けど、イルミーゼ以外思いつかねえな。攻撃と特攻で特攻が早い方が早いから。なんだろうこれ。ちょっと待って。ミツハニーとかじゃないこれ。あ、わかった、ミツハニーだ。ミツハニーでしょ、これ。あ、デリバードか、まあ、そんなについたわ。あ、これは S122 っていうのがもうあいつしかいない。月光がですね。この高い素早さと、ガチ両刀向きのこの攻撃と特攻。これはもう間違いなく月光がです。はい。うわ、デリバードマジわかんなかった。てか、あれわかんないやついねえだろ。素早さ90、これも結構、あ、ただこれは防御力がクソ低いっていうのが、これあれじゃん、ヘルガーじゃん。俺の推しじゃん。俺の推しじゃん、ヘルガーじゃん。さあ、10問目。これ当たれば一応10問中9問正解ということで。うわー、またこれもクソみたいな問題だな。S95 ヒント使っていいですか、これ。電気タイプ？電気タイプにしてはなんか、特攻も低いな。でも電気タイプって結構数が少ないから、これじっくりと考えれば。誰だこれ。特防だけデデンネとか。パチリス。あ、わかる、パチリスでしょこれ。パチリスかデデンネ。で、確か、なんだっけ、エモンガとかって S102 とか103あったはずだから、これ、で、パチリスって確かね、なんか昔、セジュンっていう、世界王者が韓国の、なんかダブルバトルでパチリスに着目してなんか使ってた気が、で、パチリスなんか妙に特防だけ高いなって思ってた記憶があるから、これパチリス。うわー、合ってたー！ということで、正解は、あ、でもなんとか合格しました。100点満点取れなかったけど、まあちょっと僕のね、
まあ、にわか、非にわかっぷりはちょっと皆さんにアピールできたのかなと思います。はい、ということで皆さんご視聴、皆さんもぜひね、このポケモンクイズ学園でサイトでね、結構いろんなクイズができるんで皆さんもやってみてください。あ、最後にちょっと最初に僕が出したクイズの答えだけ、画像で表示しておきます。答えはこちらです。